どうも皆さんこんにちは。日々ファミリー向けの動画を作り続けているケイジチャンネルでございます。ピーじゃねえんだよ、ピーじゃねえんだよ。さあ画面の前の良い子の皆さんも一緒に、それそれそれお祭りだバカ野郎、ピーじゃねえんだよ。これが欲しい場合は沖縄の美ら海水族館に行くと、多分お土産屋さんに売ってるかと思いますので、ぜひこれ欲しいよ、お父さんお母さんこれ欲しいよって人は沖縄に連れてってもらうようにおねだりしたらいいんじゃないかなと思います。どうも皆さんこんにちは、ケンチャンネルです。というわけで今日の動画はですね、週間ゲーム売上ランキングを見てみんなでワイワイしようという、そんな動画となっておりますね。先週出ましたね、ニンテンドースイッチの動物の無織がね、その辺の売り上げがちょっと気になってくるよねなんていうところなんですが、なんですけれども、ゲームの売上ランキングを見る前にどうでもいいことにランキングをつけてランキングをしていくやつの時間です。ケンチャンネル的どうでもいいランキングのコーナーというわけで、無駄な時間を皆さん一緒に過ごしていきましょう。今日いただいたお題はこちら。実はそうなんだよね、動物の森が発売ということで何件かこのお題いただいております。こんな動物の森は嫌だということで、動物の森をね買ってない人たち5万人に聞いてまいりました。こんな動物の森は嫌だ第3位、集まってきた動物たちはライオン、ワニ、チーター、ハイエナだった。空気だな、唯一の人間である唯一の人間である拙者を食べるつもりで集まってきたでござるな。さてはそうはさせないと思い家を頑丈にしたでござるが無駄だぜおい。第2位、のんびり気ままな無人島生活。しかしそこは常に政府の監視下にある実験施設だった。何やだやだ、これ見られてんの、うっそ。何、要は無人島で人は生活するとどうなっていくのかっていう、そういう実験だよこれ。でもなんかのんびり生活できることに変わりはないよね。監視されてても構わないっていうか、そのあれする時だけのプライバシーだけ守っててくれれば。第1位、木になってるのが果物じゃなくてカステラだ。そうそうそう、もうね、あの島でね唯一食べれるものって言ったら木になってる果物ぐらいでしょうね。それが全部カステラだったら、いやカステラ自体は美味しいんだけど、ずっと食べてったらもうパサ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 で水分カッサカサ。というわけでですね、僕も今絶賛、動物の森初プレイ中なんですよ。まあ1日それでも30分遊ぶか遊ばないかっていう、1日のうちのちょっと息抜きタイムとして、ね、使わせていただいてるんですけども、面白いねあれね、なんかずっとやっちゃう感じあるね。いやまあ2、30分だけと思いきや、なんかちょっとさらに時間延長してやっちゃったりとかっていうね、まか不思議な魅力のあるゲームだななんていうのはね、すごい今感じてたりするんですけれども、まあというわけでね、そんな動物の森だとか、あと他にもね、千の奇跡3とか任天堂スイッチで出たりするっていうね、それらのソフトが、ランキングに入ってくるのかどうかっていうところちょっと気になるところではあるんですけれども、まあ今回の集計期間は3月16日から3月22日までの1週間の売り上げでございました。果たしてランキングはどのようになってるのでしょうか。では早速見ていきましょう。さあでは1位から読み上げていきましょう。第1位、初登場、任天堂スイッチ、集まれ動物の森、売上本数188万626本。第2位、プレイステーション4、ニオー2、売上本数26,140本、累計11万8032本。第3位、任天堂スイッチ、ポケモン不思議のダンジョン救助隊 DX、売上本数21,954本、累計20万6893本。第4位、任天堂スイッチ、ポケットモンスターソードシールド、売上本数17,608本、累計352万7528本。第5位、任天堂スイッチ、マインクラフト12,116本、累計132万1931本。第6位、任天堂スイッチ、マリオカート8デラックス、売上本数12,095本、累計282万9353本。第7位、任天堂スイッチ、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル、売上本数10,647本、累計361万2919本。第8位、ニンテンドースイッチ、リングフィットアドベンチャー、売上本数7,505本、累計731,308本。第9位、ニンテンドースイッチ、スプラトゥーン2、売上本数7,467本、累計334万9417本。第10位、ニンテンドースイッチ、スーパーマリオパーティー、売上本数6,580本、累計137万5417本、となっております。ちょ、待ってね。ちょ、待って、やっば。マジかよ。すごすぎだねっていうところもあるんですけれども、その前にじゃあハードの売り上げちょっと見ていきましょう。任天堂スイッチ、
129,473台、スイッチライト263,103台、PS4,11,156台、PS4 プロ4,237台となっておりますね。いや、まあ、PS4 とかはね、特に、先週とかとそんなに変わらないんだけど、まあ、スイッチは当然のようにすげー売れてる。むーちゃんこ売れてる。とんでもないね。スイッチとスイッチライト合わせてね、40万台弱売れてんだよ。これはすごすぎるぞ。いや、何がすごいって、ちょっと待ってね。ちょっとソフトの売り上げに話いくんだけど、初登場集まる動物の森。いや、ビビったわ。マジで。先週お話ししたんだけど、確か飛び出す動物の森がさ、初週の売り上げが60万本ぐらいみたいなデータをちょっと見たんだよね。見たよみたいな話を先週してたと思う。だから、まあ60万本前後ぐらいとかっていうところが、ボーダーラインとかかな、とか思ってたんだよね。いや、ましてやね、その、ダウンロードで買う人も多いだろうから、まあ割るのかな、それとかって思ってたら、とんでもない数字見せつけられました。188万。ちょっと待ってね。いや、僕がランキングさ、の、こうやって動画やり始めてから、今までで最高の数値だよ。ね。いや、ちょっと前に最高の数値見せてくれたソフトあったよ。それは、ポケモンだ。ポケモンだ。ソードシールドポケモン。ポケモンだって初週の売り上げ136万とかだったんじゃない？びっくり。なんなん、すごいと思って。タイミングもある、やっぱり。ちょっと今出かけるよりもゲームだねみたいな空気感になってるから、なんかこれ買っとくかみたいな感じなんかな。めっちゃすごいね。あるいは動物の森を遊ぶ人たちってダウンロード版よりもパッケージ派の人が相当多かった可能性とかっていうの、まあいろんな可能性あるけど、どれも憶測抜いて出ないわけだけど、確かに分かることはすげえ数売れてるっていうことね。いやでもね、いやまあ変な話、こうスイッチのソフトってどれもやっぱり凄まじい人気あって、根強いずっと長期間売れ続けるじゃない。だそこのポイントの秘訣ってやっぱりそのゲーム好きな人以外も遊びたくなるものってすげえ多いよね。どう考えてもね、集まれ動物の森もそうじゃない。コアなゲーマーたちだけが買うゲームじゃないかといって、じゃあコアなゲーマーはそれするかって言われたら、ね、しないんだよね。いや面白いじゃない。集まれ動物の森にせよ、ポケモンにせよ、マリオにせよ、ゼルダにしよね、結構ヘビーユーザーもやるじゃない。ゲームヘビーユーザーも遊ぶし、カジュアルなユーザーも遊ぶし、とんでもない層を拾えてるっていうところがいっちゃんの強みだよねっていうのをなんか再認識させられたね、これ見て。とんでもねえわ。でね、今売り切れてるその本体セット、動物の森と本体セットが今まあ売り切れてるわけなんですけれども、4月の上旬に再販予定なので、まあ、4月上旬になったらまたスイッチとともにそれ売れるわけ、バフンとね。いやこれはねすげえな。でなんだろう、どこまで売れ続けるのかな。ポケモンとか、スマブラとかスプラトゥーンとかマリオカートとか、それらの勢いと同じようにずっとある程度のアベレージを保ったまま売れ続けるソフトになるんであれば、最も売れたゲームになる可能性はあるよね。やべえなとちょっと思っております。すげえ興奮してます、ね、びっくりしちゃって、みんなで集まれ動物の森遊ぼうぜ、ね、僕もこの撮影終わったら今日の分ちょっとスイッチ入れようかなと思ってるんですけれども、まあ、というわけで、ランキングのそして2位はですね、NIO2、これ PS4 勢で唯一、ここにつけておりまして、先週1位からの1個ランクダウンではございますけれども、パッケージの累計が11万本を突破しております。私もやっと最近ですね、ゲームちゃんと始めれることができまして、今、ゲーム実況チャンネルの方でも NIO2 の実況をですね、じゅんぐり、まあ、ちょっとスローペースになるかもしれないんですけども、出している最中でございますといったところですね。いや、あのね、NIO2 って結構、やっぱりね、面白いんだよね。なんかその、死にゲーイコールフロムの死にゲーを連想してしまいがちなんだけれども、なんか、それらが根底にありながらも、なんて言うんだろうな、もうちょっとこう、爽快感をプラスしたような出来上がりになっていて、俺あのアクション結構好きだわね。まあフロムが作る死にゲーと比べると全体のクオリティはちょっとね、やっぱりそのなグラフィックの面とかっていう点ではちょっと化かされてしまうものがあるものの、ニオの素晴らしさみたいなところあったりするなと、ちょっとね、プレイしながらすごく感じておりますというようなお話でございます。そして3位にポケモン不思議のダンジョンでね、今週は4、5、6
7、8、9、10と全部スイッチのソフトがズババババンと来てるんですけど、あれ意外だな、あの千の奇跡3俺入ってくると思ったんだよね。千の奇跡3入ってきてないってことはパッケージが6580本以下であったっていうこと、結構意外だね。なんか割となんかそのリマスターとかでも1万ちょっとぐらいはコンスタントにあのシリーズ売れてるなっていう記憶があった。入ってくるかなとは思ったものの、ちょっと入ってこずっていうふうに思いつつもなんですけれども、まあとにかく今週はね、まあ集まれ動物の森がとんでもないパワーを見せつけてきたというところで、びっくらこいたよねっていう、そんな1週間でございました。でね、来週なんですけれども、来週は結構いろいろ発売されます。一つはですね、これが結構本命、ワンピースの、海賊無双4、これスイッチと、PS4 どっちにも確か出るはずなんで、この辺が結構、いやこれでも1位取るかなって言われたら取らないだろうね。1位はまだ動物の森じゃわ、ね、1位はちょっといかないけれども、実質1位だろう、ワンピース、ね、そう、まあ、結構売れるゲームだと思いますから、まあ、とはいうものちょっとね、動物の森にはかなわないだろうといったところと、あとはね、PS4 ではね、ドゥームエターナルが出ますね。まあ、海外の方ではかなり売れちゃいそうな予感がしてはおりますけれども、まあ、日本ではちょっとこれは、まあ、どうかな、ランキング入ってこないかな、来るか来ないかギリギリのところかな。あとスナイパーゴーストウォリアーの、新しいやつ、コントラクツが出てきますけれども、これもまあ入らないかなっていうところ。ただね、ちょっと入るか入らないか微妙なところで、ライフイズストレンジ2、これはね、これどうかな。いや、まあ、前作がかなり評判、好評なんで、ね、感動的なストーリーと、まあ、なんだろうね、やっぱりこう、今、アドベンチャーゲーム、こういうゲームで、ストーリー重視のアドベンチャーゲーム、結構やっぱりね、みんなね、ガッとね、飲み込んで遊びたい人多いじゃないですか。ここ、Life is Strange 2が入ってくるか来ないかっていうところは、多分入ってくるんじゃないかな、なんて思いつつもなんですけれども、まあ、来週はね、来週で、果たしてランキングどうなってくるのか、ぜひね、ちょっと気にしながらも、気にしながらも見ていきましょう。で、どういうことか分かんない、ちょっと困った時はこういうことしておけば、すまんすまん、ちょっと興奮しちゃってね、興奮してしまって、というわけで今日の動画はここまで急に終わるからね、もうチンアナゴエンドよ、チンアナゴエンド、というわけでね、どうでもいいランキングが皆様からのお題で成り立ってますので、ぜひ今日のコメント欄に書いていただければ、来週のどうでもいいランキングで使わせていただくかもしれませんっていうのを踏まえた上で、次回また何かしらの動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね。